はい、今日も始まります。レイチェル・ソーのしいたけクッキング。今日は秋田の郷土料理やっていきます。うん、秋田の郷土料理のお鍋といったら、きりたんぽ鍋ですよ。きりたんぽか。そう、きりたんぽ鍋なんですよ。きりたんぽって、売ってない可能性があります。あの各地方に売ってないんだ。そう、秋田には必ず売ってますけど、その売ってなくてもまた代用できるものがありますのでね。なるほど。簡単に作れる、はいはい、秋田でいうとだまこ餅っていうんですよね。おお、結構秋田県のご家庭では、きりたんぽを食べるよりも、だまこ餅食べる確率の方が高いと思いますね。そうか、ね、はい、ですから、今日は本格的な作り方と、代用する作り方、そちらの2通り、今日はポイントをご紹介していきたいと思います。椎茸は健康にも美容にもいいとされています。このチャンネルでは椎茸農家ならではのいろいろな美味しい椎茸料理をこれからもどんどん皆様に紹介していきたいと思っておりますので、ぜひ皆様チャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、りょうじさん、はい、椎茸お願いします。じゃあ、いきますか。はい、りょうじの椎茸だい、じゃん、イエーイ。それでは今日もみんなが食べたい椎茸を取っていきます。せーの、みんなが食べたい椎茸を取っていくよ。はい、みんなが食べたい椎茸を取っていくよ。じゃん、はい、取れました。はい、今日はですね、もう最初にね、この鶏ガラありますよね、2羽使ってね、2羽ね、こちらスーパーでかなりお安く売ってます。よかったのは130円でしたね。おお、これで、そう、へえ、安い。これ2つでだから260円くらいで買えたので、はい、こちら2羽と、あと玉ねぎ2つ、玉ねぎ2つ、はい、あと人参2つ、人参2つ、はい、それを乱切りにしまして、はい、の中で3時間煮ました。おお、はい、でね、見てください、この黄金の出汁ですよ。煮込んだね。鶏ガラからめちゃめちゃ油出ましたので、はい、あとすいません、忘れてました、親鶏ですね。スーパーに売ってたら親鶏も入れてあげてください。親鶏のもも肉、胸肉の切り込みですね、こちら入れてあげるとよりさらに油が出て美味しいスープになります。おお、はい、楽しみだ。はい、今日はこちらのスープを使って味付けしていきます。はい、はい、はい、じゃあ最初椎茸から切っていきますね。はい、はい、軸足のこちら最先端を切りまして、はい、はい、で今日は、こうですね、4等分。へー、こちらです、椎茸の今日の切り方。はいはいはい、これでめちゃめちゃお鍋に合うんですよ、この切り方が。今日はこの切り方でやっていきます。はい、はい、はい、あともう一つ椎茸今日使っていくんですけど、こちら乾燥椎茸ですね、また今日も使っていきますよ。今日ね、めちゃめちゃ美味しい出汁出ますのでね。グアニルさんです。グアニルさんね、グアニルさんの塊なので、こちら 10g の乾燥椎茸を 300ml のお水で8時間今日戻しました。はい、はい、こちらでめちゃめちゃいい出汁取っていきます。はい、もう香りがすごいもんね。はい、次えのきだけですね。はい、はい、こちらえのきだけはね、ここにビンナーとついてますよね。はい、はい、はい、こちらの 1mm 上がえのきの最先端ですのでねはい、切ってあげて、はい、えのきはもうこんな感じで、あともう手でほぐしてですね、あとはこんな感じで手でほぐしてあげてください。なかなかちょっとほぐれづらいなって時は、ここをこんな感じで、こうやって切ってあげるとすぐ切れますのでね、この時は。はい、大体こんな感じで、大体ほぐれれば OK なので、はい、はい、こちらで OK です。はい、次舞茸ですね。はい、はい、こちらレンチの層の舞茸です。おい、はい、舞茸は手でほぐしていきましょう。はい、はい、こうすることによってね、舞茸にすごくこの切り口にね、味が染み込みやすくなりますのでね。うん、で、舞茸は
結構細かめにね裂いた方が僕は美味しいと思います。へー、あまりポロッとやっちゃうと、うん、結構ゲチャッとなっちゃうんですよね、舞茸が、ね、そう、これで大体こんな感じですね。葉っぱ1枚とか1枚2枚くらいの程度で裂いていってください。はいはい、はい、次長ネギ切っていきます。おい、はい、もう今日はこうですね、斜め切りです。うん、1センチ幅くらいですね、だいたい1センチ幅で斜め切りにしていってください。はい、長ネギこんな感じですね。はい、 はい、はい、次セリですね。はい、はい、セリね、こちら根っこありますよ。これ食べれますから、うまいよ ね。こちらね、これ綺麗な場合はもう洗わなくて大丈夫です、ね、うん、おー、うん、でちょっと汚れがついている場合は根を綺麗に洗って、はいはい、でも食べれる方は食べましょう、うん。こちら 50g 今日は切っていきます。おい、はい、こんな感じでね、だいたい3センチから5センチくらいの幅でね、こんな感じで切っていきます。はい、こんな感じですね。はい、はい、はい、次ごぼうですね。ごぼう、はい、こんな感じでちょっとお尻の方をねこんな感じで落として、はい、ちょっと変色してますのでね、こんな感じで、そしたら、はい、僕はですよ、包丁のこの背の部分、うん、こちらでこんな感じで皮を剥いていきます。僕はおー、これアルミホイルで やったりする方もいますけど、うん、それはもう自由です。大体でいいんでね、なんなら皮も食えますから。うん、次ですね、うん、こちらボウルに少しお水を入れてごぼうをこんな感じで削っていきます。あんまり薄くしなくても大丈夫です。こちらお好みですけど、僕はねごぼうの食感とか結構楽しみたいタイプなんで、はいはい、結構大きめに削っていきます。へー、でちょっと水にさらして、うん、アクを取っていくんですね、ごぼうの、うん、でそのアクを取ったお水ありますよね、はい、そちらもめちゃめちゃごぼうっていい出汁出ますので、うん、アクの出汁をもね僕は使っちゃいますよ。へー、ごぼうこんな感じですね。はい、はい、はい、次はいよいよきりたんぽですね。イエーイ、イエー、はい、こちら今日きりたんぽ5本ありますけど、はい、こちらもお好みの量で構いません。この後にきりたんぽはもしスーパーになかった時の代用のね、はい、生小餅の作り方も今紹介しますので、ね、お、はい、まずきりたんぽ切っていきます。はい、はい、こんな感じでね、きりたんぽはだいたいこんくらいですね。まあ1本こうありましたら4等分ぐらいの感じですね。はい、こちらで切っていきます。はい、きりたんぽこんな感じですね。おー、はい、はい、次油揚げですね。はい、こちら今日3枚用意しました。おい、はい、だいたい1センチ幅ぐらいでこんな感じで切ればいい、うん、OK ですね。おい、はい、こんな感じです。おい、はい、はい、最後こちら鶏もも肉ですね。おい、はい、こちらは半分に切りまして、うんうん、こんな感じでだいたい1センチ幅くらいでね、うん、切れば OK です。はい、次ご飯ですね。はい、はい、こちらきりたんぽの代用品作ります。今からおこちらご飯をこの袋に入れてね、叩いていくんですよ。なるほど、潰していくんですよ。へえ、はい、こんな感じでね、はい、ご飯を、うん、こういうビニール袋に入れましたら、はい、こういうねワインのね今日ボトルですけども、こちらで叩いて、玉こぼしですからね、これが、はい、じゃあやっていきます。はい、はい、こんな感じでね、これを、うん、あとは袋から取り出して、はい、こうやって丸めるとダマコ餅になるんだよね。はい、さあ、こちらのね、はい、潰したご飯ですね、こちらを、うん、これからこねこねしていきますねやっていきましょう、仲良くね、仲良く、うん、お水をね、つけて、はい、適量手に取ってですね、これくらいですね、うん、そしてこんな感じで丸めます。おお、ダマコだ。おお、すごい。こちらお好みの大きさでやってください、うん、これは子供もできそう、そう、うん、子供とやったら楽しいです。本来こちらすり鉢でね、うん、潰してこねていくんですけど、うん、すり鉢なんてねあんまりないからこうやって。あ、こちらきりたんぽって焼き目ついてるじゃないですか、こんな感じでね、うんうん、なので、うん、
今日はこちらガスバーナーで焼き目をつけています。おお。すり鉢もご家庭にないけど、これもご家庭にない。そう、ご家庭にこちらガスバーナーがない場合はフライパンでも焼き玉子作れますので。おお。フライパンで焼いてね、ホットプレートとかフライパンでこうチリチリって焼くだけでもできますので。うん、今日はガスバーナーで焼きます。はい、はい、こんな感じでね、香ばしくね焼くとめちゃめちゃいいんですよ。片面をね焼いたら、もう片面も焼いていきましょう。もう片方の面も焼いていきます。おーい。はい、こんな感じですね。はい、はい、これで焼き玉子の完成です。おーい。はい、はい、今日は土鍋でいきましょう。土鍋 ね、この土鍋に、はい、さっき取ったあのお出汁ありますよね。うん、あの鶏ガラの、はいはい、こちらを 1000cc、はい、入れました。うん、こちらにまず最初に味付けをしていきます。おお、はいはい、じゃあその工程やっていきます。はい、はいはい、見てください、この黄金の出汁にね。やばいね。まずは最初、うん、はい、昆布つゆ 120cc ですね。はい、はい、お醤油、お醤油、はい、50cc ですね。 50cc、 はい、はい、お塩ですね。お塩、はい、少々振ってあげてください。お塩少々、はい、はい、みりん 50cc、 はい、お酒、お酒 50cc、 最後にですね、はい、味の素ですね。はい、はい、こちら1,2,3,4,5,6,7,8 振りですね。はい、旨味たっぷりです。これでも、はい、調味料入れましたら、はい、次こちらね、鶏もつなんですけど、うん、これね多分都会では多分売ってない可能性はありますね。冷凍でもしかしたら、うん、比内地鶏のもつとか売ってることはあるかもしれないですけど、うんうん、はいはい、もしあったら入れてください、はい、でもなかったらこれ入れなくても十分これでも美味しいんですけど、うん、入れるとなお美味しくなります。はい、今日は入れていきます。はい、はい、鶏もつ入れましたね。はい、はい、次こちら鶏もも肉 200g ですね。はい、はい、こちら入れていきます。はい、もも肉入れましたら、はい、次どんどん入れていきますね。はい、はい、次ごぼうですね。ごぼうです、はい、ごぼうこちら結構煮ないとね硬いんで、はい、ごぼうはこれ入れて煮込んでいきます。はい、はい、こんな感じですね。でこのごぼうのアク汁、はい、はい、こちらを少々入れてあげてください。こんな感じですね。だいたい 50ml ぐらいですね。はい、はい、どんどん入れていきます。はい、はい、乾燥しいたけですね。はい、こちら戻したもの、これ汁ごとドバッと入れましょう。おお。最後にこちらセリですね。こちらセリなんですけど、うん、食べる直前に入れても美味しいです。あ、はい、あまり煮込まない方がセリは美味しいと思います、うん、でも今日はもう工程なので、うん、もう今揚げちゃいますけど、うん、食べる前に足そう。足そうね、うんうん、じゃあ今日もちょっと揚げていきますね。はい、はい、おどうですか。やばい。よし、じゃあこちらでね、お秋田の郷土料理、乾燥しいたけも使ってね、めちゃめちゃいいお出汁も出てますのでね、はい、はい、きりたんぽ&だまこ餅鍋の完成でございます。よっ、よいイエー、染み込んだよ。染み込んだね。染み込んだ。もう秋田県民でもきりたんぽはやっぱごちそうだからね。これやっぱでもやっぱ新米でね。新米そうだよね。この時期に食べたいよね。うんうん、そうだそうだそうだ。うん、よし、じゃあ乾杯しようか。オッケー。はい。今日は、はい、八峰町のね、はい、お酒山本ピュアブラックでね。ピュアブラックね。うん、最高に有名なお酒なんでこれ。すごい飲みやすいしね。うん。うん、めちゃめちゃ甘いから、うん。よし、乾杯しましょう。はい。はい、視聴者の皆様、乾杯。乾杯。乾杯。合うね、これ絶対。絶対合うね。きりたんぽや。うまいよ。じゃあまず今日もお先に、はい、いただきたいと思います。はい。ちょっとまずスープからいっていいですか。いいっすよ。
うまいよ。きりたんぽ、きりたんぽ。セリ。うん。シャキシャキ。うん。しいたけ。たまこ。あ、やっぱり、うん、俺がコネコネしたからうまい。たまこね。たまこ。うん。いやでもね、うん、すごいやっぱガガラ。ガラか。鶏ガラか。うん。こういう風にしっかりと出し取ったきりたんぽ初めて食べる。おお。すっごく美味しい。美味しいでしょ。うん。うん、もう、うん、普通のきりたんぽ食べれないかも。食べれないかも。これがね、本来の作り方ですからね。うん、おー、決まったうめぇ。いいな、俺もちゃっくっていい。いいよ。いい、いい。よし、じゃあ僕もいただきますね。はい。まずスープからいこうか。おー、うまいね。うまい。うまい。あ、両時間。コネコネしたタマコを切っていただくわ。うん。うまっ。ああ、いいね。なんか出汁がうまいね。鶏から出た油ってめちゃめちゃうまいんですよ。それにね、やっぱ今日乾燥しいたけの出汁も入れたから、うん、めちゃめちゃうまいっす。鶏肉には、うん、グルタミン酸とイノシン酸含まれてますのでね、はい、おお、うん、で今日またあの乾燥椎茸の具合に乳酸入れたんで、うん、これも日本三大うまみ成分すべて入ってますから。やばい。それはうまいわけだ。うまいよ。これやっぱり全国の皆さんに作り方を覚えてやっぱり食べてほしいね。食べてほしいね。まあきりたんぽなくてもスーパーにある具材でこれ作れるんですよ。そうだよね、うん、そういうことだよね。うん、秋田に来れなくても、うん、食べれるんで。そうだ、うん、ぜひこれは皆さんに覚えていただきたい。よし、じゃあとも呼ば、うん、うん、食うのに夢中で。はい、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 うめえ。つまい、とも前で。よし、いただきまーす。うめぇ。裏返ったぜ。うまいね。うまい、うまいよ。秋田の味ですね。うまっ。もう言うことない。みんな作ったよこれ。うまいよ。いやーやっぱ出汁がうまい。うちもタマコは作るんですよね、うんうん、乾燥しいたけ、うんうんうん、これは入れたことなかったから。あー、そっか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 。やっぱ違う味になるね。高級な、そうなんか上品な味になる。深いっていうかね、うん、美味しい美味しい。そうなのよ。まあでもスーパーにあるものでもね、こんだけ美味しいもの作れますから、うん、比内地鶏の素っていうのが売ってるんですよ。ああ、そうですね。本場の味に近づけたいなら比内地鶏の素っていうのを入れると、うんね、そうですね、美味しいよね、うん、もしそれもない場合ですよ、うん、鶏ガラスープの素で代用してみたんです。そうだね、うん、できるできる、うん、できますので、ちょっとあっさりになりますよね、うんうん、油が少しあります。その分ちょっと鶏もも肉を多めにしたりとかすると。あ、そうだ、いいね、いいね、いいね。カモ入れてあ、そう、カモ。カモでもいいね。カモ入れるとめっちゃ油出るんで、うん、この味にかなり近づきますね。やってみたいですよね。ね、いいね、うん、いろんな感じでね、応用代用できますから、うん、基本ベースはこの作り方で。きりたんぽなくてもご飯あるんだったらできるし、うん、できますね、うん、まあ、なんかね、うん、質問あればコメント欄に書いてある。あ、そうですね、何でも答えれるね。ご質問あればあのコメント欄で。ハヤトのお母さんが答えるんだ。プロだから。各ややでね、いろいろありますからね。いろいろありますからね、作り方。これ伊勢家の作り方ですね。そう、伊勢家。あ、うん、そうそうそう。やっぱり ね、他の人たちはあっさり系のダマコしか多分、そうだね、きりたんぽしか食べたことないからね、うん、うちはもうこの油こってり系、こってり系だよね、うん、これがうまいわ、うんうん、あ、全部食べちゃった。ごちそうしよう。いや
ぱりね、秋田のきりたんぽ、あとだまこ餅ね、最高ですね。これをレシピはもう東京でできますからね。そう、東京でどこでもできちゃう、ね、どこでもできちゃう、うん、どこでもできちゃう、うんうん、今日のこのきりたんぽ&だまこ餅鍋ですね、こちらね、ぜひ皆さんマスターしていただいて、僕たちと一緒に楽しく椎茸を料理して美味しく食べて健康そして綺麗になっていきましょう。